今日はレンジとタッパーだけで作れるやみつきチャーハンを作りました。こんにちは、タモソミレのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理そして役立つ情報を皆さんにご紹介するチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、電子レンジで作れるやみつき卵チャーハンを作りたいと思います。タッパーとレンチンで作れる超簡単でめちゃくちゃ美味しいチャーハンを作っていきたいと思います。かなりやみつきになるチャーハンなので皆さんご注意ください。ということで早速作っていきたいと思います。はい、材料はこちらです。ご飯、ソーセージ、長ネギ、たくあん、卵、ごま油、醤油、塩コショウです。これをね、タッパーだけで作っていきたいと思います。はい、ということで今日は究極に簡単ということでこちらのキッチンバサミを使って今日はこれだけで作っていきたいと思います。で、まず長ネギ、長ネギね、適当な大きさにもうなんか細かく切ってください。で、ちょっと大きめがね好きな方は大きくしていただいて大丈夫です。適当にこうやって切っていきます。はい、続きましてこちらソーセージですね。ソーセージも輪切りにしていきます。もうキッチンバサミってなんでこんな便利なんですかね、本当に。はい、これにね軽く蓋をしてレンチンします。デディン、こんな感じでもう30秒だけでもね結構火が入ります。で、そうしましたらこちらに今回のアクセントになるこちらのたくあんですね。このたくあんがねチャーハンに合うんですよね。で、たくあんはね結構細かく切った方がね食べやすいのでちょっとずつで、このぐらい4分割ぐらいにしたらもう縦にね細かく切っていきます。もうこれもね適当な大きさで大丈夫です。はい、ご飯を入れます。卵、はい、これだけで混ぜていきます。ご飯はねもし冷めてたらあったかくした方がほぐれやすいので少しだけ温めてください。このソーセージをね最初にチンしておくとソーセージの油がこの時にご飯に染み込んですごく美味しくなるんですよ。はい、こんな感じで混ぜます。そしたらまた軽く蓋をしてレンチンします。ちょっと固まってふわっとしてます。ごま油ですね、ごま油とめんつゆで最後ね塩コショウを軽くね一つまみぐらいかな。この塩コショウで最後ね味を整えます。で、混ぜます。周りからこう固まってくるので周りもねしっかりとこの時に混ぜましょう。はい、こんな感じです。今度はね蓋をしないでレンチンします。はい、できました。そしたらねこれ混ぜます。はい、こんな感じでねご飯がパラッとほぐれたら完成です。それではこちらをねお皿に盛りたいと思います。はい、これでレンチンで作れる激うまやみつきチャーハンの完成です。最後万年ギとブラックペッパーを上に散らしました。はい、完成しました。これね本当に美味しいんですよ。ではいただきます。もうねこれはもはやレンジクオリティじゃないです。もうご飯もかなりパラッパラになってるし、このたくあんとソーセージの相性が良くてさらにそれが全体的にこう卵に包まれててめちゃくちゃ美味しいです。卵もね一粒一粒ねご飯にちゃんとねコーティングされてるのですごくねパラッとした仕上がりになってます。ということで今日のポイントはまずねタッパーとレンジだけでできるめちゃくちゃ簡単なレシピです。最初にソーセージとネギを加熱してそのネギソーセージ油みたいなのを作ってそれをご飯に染み込ませたというところがね味のポイントでございます。卵はねこう徐々に加熱していくことでパラッと仕上がります。たくあんがね本当にいい仕事してるんですよ。タッパーとレンジだけで作れるので非常に簡単です。はい、ということでぜひぜひ皆さん作ってみてください。はい、ということで今日はレンチンで簡単にできるやみつき卵チャーハンをご紹介しました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信しています。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてるのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。